大塚武氏は日本の銀行家、日本銀行事務管理部長等を経て、北洋総合銀行取締役社長や北海道経営者協会会長などを歴任した。北洋総合銀行取締役会長在任中、新井だ岳で遭難死した。静岡県静岡市出身。1941年東京商科大学を卒業した。在学中は山学部に所属した。 卒業と同年に日本銀行に入行する。1953年に通商産業省に出向する。日本銀行に戻って外国為瀬局次長、新潟市店長を歴任後、1964年から札幌市店長を務め、大学同窓の森花武義とゴルフや囲碁を共に行う交友関係を持つようになる。1967年。 日本銀行事務管理部長となる。1970年から北洋総合銀行専務取締役に転じ1971年に取締役社長に就任した。1981年に北洋総合銀行取締役会長となる。北海道経営者協会会長、日本経営者団体連盟上無理事、経済団体連合会評議員。 北海道経済連合会常任理事、北海道雇用促進協会会長等も歴任した。登山好きで日本産学会北海道支部長も務めたが、1983年に新 E だけで遭難死し,し、9月4日午後に十勝川沢に行って遺体が発見された。同月8日、札幌霊堂で銀行葬が行われた。ありがとうございます。